はい、皆さんこんにちは。今回は残日を VIP にすると利益になるについてです。日本の VIP が残日ばかりであると検証してきました。ではなぜなんでしょうか。1945年昭和20年8月15日終戦の日、この日よりアメリカの統制下になります。 GHQ が日本を統治する権限を握りました。1945年8月30日、連合国軍最高司令官のダグラス・マッカーサー元帥が厚木飛行場に降り立ちました。 GHQ は日本で様々な政策を行いますが、仮の支配権であることは日本もアメリカも同じ認識のはずでした。ただ仮の支配権の期間は我々とアメリカでは考えが違っていた可能性があります。 GHQ が亡くなった後は日本に統治権は戻ってきたはずです。しかしその後も統治権を持ちたいと考えていた可能性があります。どのような方法でそうするのか、これからは仮説になります。白人が日本に居座ったままでは反発が強まります。仮の支配権を維持するために白人の代理として在日を代理した可能性があります。日本の支配者層に選ばれた在日の方はアメリカに恩義を感じます。アメリカのために働くようになります。日本は祖国ではないため、祖国を裏切る気持ちなくアメリカに尽くすことができます。このようなやり方で仮の支配権を戦後から今まで維持してきた可能性があります。代理者の在日の方は日本人にそっくりですから、日本人はその仕組みがわからなかったんです。帰化人が多いことが最近明らかになってきていますが、帰化していることや在日であることを彼らは隠します。この仕組みを隠したいからである可能性があります。一度日本を占領したアメリカは仮の支配権をできるだけ長く維持しようと考えた可能性があります。松江優作さんは民族名金優作さん、ハリウッド映画にも出演した大スターです。官報の非課情報に載っております。松江優作さんは民族名金優作さん、大スターがアメリカ寄りならファンは肯定します。外国の中でアメリカが一番重要な国だと認識するようになります。矢沢永吉さんは民族名超永吉さん、ロックミュージシャンのカリスマです。官報の非課情報に載っております。矢沢永吉さんは民族名超永吉さんです。日本で大成功した矢沢さんは次にアメリカ進出、世界の中心地はアメリカだと国民の注目が集まります。金田正一さんは民族名金正一さん、日本球界不滅の400勝投手です。官報の帰化情報に載っております。金田正一さんは金正一さんです。最近はメジャーリーグを目指す一流選手が増えています。国民はますますアメリカを意識するようになります。大山正達さんは民族名蔡英義さん、伝説の格闘家です。官報の帰化情報に載っております。大山正達さんは民族名蔡英義さんです。格闘技のカリスマがアメリカ寄りの発言や行動をすれば、格闘技に興味ある者はアメリカに注目します。橋本徹さん、大阪府知事、大阪市長、日本維新の会代表、ツイッターで出自をカミングアウトされております。出自なんか言い出したら俺はアウトだよ。国籍について出自がアウトだとカミングアウトされています。アメリカ寄りの政策を行えばアメリカの利益に直接貢献できます。舛添要一さん、厚生労働大臣、東京都知事、新党改革代表です。ご自身の本に出自を書いています。我が家は先祖代々朝鮮半島とゆかりが深くと、他にもたくさん載っております。政治家の重鎮であればアメリカに大きな利益をもたらすことができます。日本を代表する2つの大都市、東京都知事と大阪府知事の2人とも在日の方だったことは偶然だとは思えません。何らかの影響力があった可能性があります。宮根尾光さんは民族名李五郎さん、第57代横綱、日本相撲協会の理事長です。官報の非課情報に載っております。本名は石山五郎さんで民族名が李五郎さんです。日本の国技の横綱で理事長、相撲界の頂点も在日の方です。仮の支配権を持ったまま代理の在日を VIP にすればアメリカの利益になります。在日の VIP から在日の後継者にバトンタッチ、これを続けることによりアメリカの仮の支配権はいつまでも維持できます。
それぞれのポジションを日本人にすれば、そのポジションは二度と戻ってきません。ですから常に在日を配置することが必要です。しかも日本人ではアメリカの利益にはならない。テレビはアメリカを悪く言いませんが、アメリカとライバルの中国やロシアを悪く言う場合が多いと感じます。これもアメリカから大きな影響力を受けている状況証拠です。アメリカは仮の支配権を持ったままである可能性があります。いずれにせよ日本の VIP が在日の方ばかりであることは何らかの影響力を受けています。それを考えていきたいと思います。今回は以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。